おじさん。美味しかったです、久しぶりに。おじさん。おじさんの唐揚げですね。美味しかったそうで。But no tourists, just local people. でもやっぱり地元の人がね、ほとんどなんで、私たちも読谷の人に連れてきてもらったのがきっかけで、自分たちではきっと行ってなかったと思うんですよね。これから、読谷村の八千文の里というところに行きます。八千文っていうのは沖縄の言葉で焼き物という意味なんですけれども、たくさんの工房が一箇所に集まっていて、でそのもう焼き物屋さんだけ の集落っていうかできてます。そこに向かいます。沖縄で焼き物って言ったらもう八千文の里読谷っていう感じですね。して特別に作っていただいたものなんですよ。これは追加で去年も作っていただいたもの、同じものを作っていただいて、あとこの辺は私たちが持ってる昔のものの写真をお送りして、こんな感じのもの今作っていただけますかねっていうのでお願いして、すごいよくできて。To see if it's balanced correctly, if the way the to the right temperature. 上り釜なんでやっぱりみんな電気とか灯油とかじゃないから違うじゃないですか。If the glaze is melted and 火が強く当たりすぎたりすると焦げちゃったりね。That one doesn't really read as well as the others. これは可愛らしいけどモコモコモコっていう感じでジグザグあんまり手出てないから、こっちは。OK だけど、もしかしたらこれはってそういうあれですね。ここに気泡ができて弾けちゃってるんで、これはダメなんですよ。こういうのは。They don't have to be perfect, but they can't have really obvious imperfections. And you see those quickly when you feel them and look at them.They just seem off balance, there's maybe something wrong. Mata yagi.
ですよ。私たち修行さん初めてお邪魔したの12、3年ぐらいかな、ね、平さんの沖縄物産センターで、うん、あの化粧だけの白い寿司亀をいただいて、うん、でそれでどなたが作ってるんですかって言ったら上津さんですよっていうので私たちあのお尋ねしたと思うんですよね。15年近くなるかもしれないもう。Interesting for me is that most of the Okinawa potters are painting lines and dots and simple motifs of that sort and the traditional flower patterns. But he does all of that, but he also does landscapes and figures painted on his pottery. And sometimes they're naive, sometimes they're very sort of highly finished. And I think he's just an incredibly interesting.アーティストポッター。これから沖縄市というところに行って、デニムを一人でデニムを作るっていうかジーンズを作られている方のところに行きます。ダブルボランチというブランドの国吉さんなんですけれども、岡山でずっとデニムに関わっていたんですけど、今地元の沖縄に戻ってもうまるで一人で全てほとんどオーダーメイドのようなデニム工房を持たれて、そこに行きます。面白いですよ。やっぱり真剣勝負って言えばいいんですかね。最初はやっぱりまさかビームスが来ると思わなかったんでびっくりして、だけどまあもともとジーパンが好きなのも自分もだいたい気持ちは一緒なんで、だったら面白いもの作れたらいいかなと思って、それからお付き合いさせてもらってるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくり、ヴィンテージデニムの復刻
ものを作っているブランドメーカーたくさんありますけれども、国吉さんのダブルブランチの場合は何方かダブルブランチの型があって、それをベースにしてそこからそれぞれのお客様の好みだったり、あと体型に合わせて少しずつ変えて一本一本本当にその人に合ったものを作っているようなブランドなので、国吉さんのところに沖縄に来たらば国吉さんのところに行ってオーダーすることをお勧めします。でも絶対にみんなに満足してもらえるはずっていう言ってます。